政府・新大久保の違法ビジネス取締りを開始本日井上太郎さんがこのように政府が新大久保での違法ビジネスの取締りを開始したと表明いたしましたこちら脱税の摘発なども行われるとされておりますがこういった違法行為の情報は通報がなければ警察などは動けません皆様 違法行為を見かけた場合は、通報していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。